京都 TV 福知山支局リポーターのチャールです。どうぞよろしくお願いします。今回は福知山市の荒賀東町にありますジャイワンさんにやってきました。チャールは車も大好きなんですが、いつも乗せてもらうばかりです。高そうな車が並んでますね。それではオーナーの池田さんに登場していただきたいと思います。池田さん、こんにちは。オーナー、素晴らしい、はい、ナイスガイな感じなんですが、3サイズを教えていただけますか。そうですね、上から100ですね。素晴らしい、オール100で。ドラム感があって。ありがとうございます。最近始められたスポーツがあるそうですが。最近ね、釣りを始めまして。あれ、ちゃうかが。いや、下からはゴルフですね。すいません、ゴルフをちょっとまた再開しまして、休みの日なんかはそうやってゴルフ行くようにしてますね。ありがとうございます。高そうな車がありますね。はい、うちの自慢の、クライスラーです。看板なんでこれが、はい、一回乗ってみます。ぜひお願いします。この車は何ていうお車なんですか。これですね、クライスラーの300っていう車ですね。この車はいろいろカスタムされているそうですが、どこが違うんでしょう。まずですね、エアサス、ユニバーサルエアっていうところのエアサス、ハイスピードエアサスですね。それと、LB パフォーマンスっていうところの、フルエアロと、でホイールがサビーニっていうところのホイールですね。ありがとうございます。乗り心地が最高ですね。音も静かで、なんか急にセレブになったような気分です。ありがとうございます。ちょっとお値段も聞いてみてもいいんでしょうか。これがですね、一応店頭の販売価格は528万円になってますね。セレブですね。チャールも誰かに買ってもらおうと思いますが。パパに買ってもらってください。頑張ります。車はいつから好きやったんですか。僕はですね、お母さんのお腹の中におる頃から好きでしたね。そんな小さい時から好きだったんですね。そうなんですもうその頃から車に憧れてましたね。では生まれる前からお好きだったんですね。そういうことですね。普段お休みとかもよくドライブに行かれたりするんですか。そうですね、車の運転は何時間乗っても平気なんで、大体行けるところであれば車で全て移動します。すごいですね。さすが生まれる前からの車好きですね。そういうことですね。友達と運転交代で行こうって言われても、最後まで一人で完走してしまうタイプですね。さすがです。ありがとうございます。車の車高ってどうやって変えるんですか。はい、これですね。これがエアサスのコントローラーです。これが、左のフロント、右のフロントで、これ、左右同時に動くんです。でフロントと一緒で後ろも同じような形で動きますね。でこの真ん中で、4輪ともが一気に下がったり上がったりっていうことが可能ですね。一回やってみましょうかね。お願いします。まずそしたらもう一気に下げてしまいますね。いきます。すごいですね。一気に下がるんですね。一気に下がります。何でも一気が大切なんで一気に下がります。ちょっと上げてみます。通常まあ走れる位置とか、まあいうような形に上げてみますね。これぐらい上がると、普通に走れますし、このエアサス自体は、公認車検も取れますんで、全然、そのまま車検を受けれることも可能ですね。ありがとうございます。ではスタッフの方にもお話をお伺いしたいと思います。はじめまして、こんにちは。こんにちは。お名前お願いします。上田と申します。上田さん、かっこいいですね。はい、そんなことないです。この J1 さんに働いてどれくらいになるんですか。計6年ぐらいにはなりますね。はい、働いててどうですか。働いてて、厳しいこともありますけど、
もともと車好きなんで、仕事してて楽しくやらせてもらってます。お車はいつからお好きなんですか？もう免許取った18歳から、車は好きですね、はい、ありがとうございます。社長はどんな人柄なんでしょうかね？まあ、僕たちスタッフから言えば、まあ、やっぱり厳しい方ではあるんですけど、まあ、年齢層関係なく、まあ、いろんなお客さんにこう親しんでもらえるような社長やと思います、はい、ありがとうございます。お客様に対してこう心がけてることとか何かありますか？心がけてる、そうですね、まあ皆さんいいお客さんばっかりでされてるんで、まあ、できるだけこう、まあ、うちに来てもらってこう楽しい思いをしてもらえるような会話だとか、まあ、思いの仕事をできるだけするようにはしています、はい、ありがとうございます。社長、店内も素敵な店内ですね。ありがとうございます。まあ、こういうアメリカ雑貨とかそういったものも、売ったりとか、自分のところで、ステッカーを作って、これを販売して、お客さんにお金を出していただいて、貼っていただいてどんどん宣伝していただこうというような形で、まあ、こういうようなステッカーも、販売しております。あとですね、こういうミニカーとかラジコンですね、まあ、こういうのを車をアメリカから入れるときに一緒に車の中に積んで、送ってきてもらうと、やっぱりこう送料とかかかんないんで、コストがかなり低く抑えられてますんで、かなり安くで、販売させていただいてます。あとはまあこういう、T シャツとか、ゴイジーっていうブランドも特約店としてやっとるんで、まあ、こういうような T シャツも、販売は、やっております。このゴイジーっていうのは、はい、ちょっと説明していただいてもいいですか？これはですね、アメリカにある会社で、まあ、実はその愛知県にあるリバティーウォークさんというところと一緒に、まあ、こういう、みんなで楽しくやろうよっていう部分で、まあ、一つのブランドとして、軽自動車のエアロパーツとか、まあ、そういったような、全国各地のイベントに行ったりしながら、みんなで広げていこうというような形で今一生懸命取り組みやってます。ありがとうございます。では社長にお話をお伺いしたいと思います。社長、お願いします。はい、こんにちは。社長、なんか大きくなってませんか？気のせいじゃないですか？あ、気のせいですかね。はい、はい、ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。はい、はい、このお店を始められたのはいつからですか？今年の11月でちょうど10年になりますね。10周年なんですね。そうですね、勝手に10周年やっちゃいますんで、よろしくお願いします。10周年、皆様でお祝いしましょう。このお店をされた時の思いを教えていただけますか？はい、そうですね、この店をやる前っていうのは、全然違う業種、建築業で仕事しとったんですけども、やっぱり、自分も車が好きで、いろんな人にその自分が、こう携わってきた、車のカスタムを伝えていきたいというような、そんな思いで始めました。いつもお客様に満足していただけるように心がけていることは何ですか？そうですね、まず、まあ、お店的にはですね、いつ来ていただいても気持ちのいい挨拶ができるように、スタッフもみんな、心がけて、まあ、アットホームなお店作りですね、それを、まあ、心がけてやっていますね。ありがとうございます。お車の販売なんですが、どんなお車を中心に販売されているのでしょうか？そうですね、まあ、開店当時から、まあ、ずっとセダンに特化しながらやってきて、まあ、2年半ぐらい前から、アメ車に移行しまして、アメ車のそのクライスラー300とか、チャージャーとか、そういったような車を、中心に販売してます。展示してあるお車を紹介していただけますか？あ、いいですよ、かなりいい仕上がりになってますんで、自慢の車すべて、見ていただいたら結構かと思います。楽しみにしています。お願いします。ではこちらの車の紹介お願いいたします。はいはい、これはですね、クライスラーの 300C と言いまして、これが、2005年モデルですね。2005年モデルのディーラー車になります。
で、排気量は3500ですね、はい。まあ、あの改造箇所はあのかなりあるんですけども、まあ、22インチのホイール、と、LB パフォーマンスのフルエアロ、まあ、そういったもろもろのものは、大概ついてますので、はい、これも店頭で販売しております。お値段聞いてしまってもいいですか？いいですよ。でこれが、275万で、販売しております。ありがとうございます。はい、こちらの大きいお車の説明もお願いします。はい、この大きいお車はですね、2004年の、ハマー H2 になりますね。まあ、これお客さんのお車なんで、お預かりしてるんですけども、値段が合えば、販売もいたしますんで、これもあの販売車両として、展示しております。ということはお値段は交渉してから。そうですね、はい、お客さんと交渉してもらって、まあ、改造費だけでも1000万以上かかってる車なんで、まあ、でも、車の価値っていうのは、まあ、あの今の相場っていうのがあるんで、それはもう交渉次第で、販売可能ですね。ありがとうございます。ではこちらのお車もお願いできますか？これがですね、2010年の、クライスラー300になります。排気量の方が 3.5 3500cc ですね。で、中古車並行で、仕入れしてますけども、この車も、アメリカでの、カーファックスで実走行の証明付きの車になってます。ありがとうございます。はい、ではあちらの車もお願いします。はいはい、これがですね、2011年の、新型の、クライスラー300になります。まあ、詳細はですね、排気量がこの新型から 3600cc になってますんで、の 3600cc の、リミテッドっていうグレードになりますね。これも、デモカーで製作はしたんですけども販売も してますんで528万で販売します。セレブなお車ですね。ありがとうございます。ぜひ1台買ってください。ありがとうございます。社長、新商品の紹介もしていただいてもいいでしょうか？わかりました。抜群にの紹介させていただきます。まあ、実はですね、その愛知県の尾張旭市にあるリバティーウォークさんというところと、タイアップしまして、LB パフォーマンスっていう、パーツと、コンプリートカーの、販売をしてるんですけども、そこから新しいラインナップで、やっぱりこれからはエコかなというようなことで、プリウスのエアロっていうのが新しく9月からリリースされますんで、それを、一足先に、紹介したいと思います。これです。じゃん。お、あ、かっこいいですね。そうなんですよ。まあ、リバティウォークさん自身がスーパーカーをずっと主としてやられたところなんで、まあ、スーパーカーエコカーだけどスーパーカーみたいなところを意識して、作り上げたエアロになってますんで、うちも特約店代理店として、しっかり、こちらの方も販売していきたいと思います。エコカーの需要も増えてきているのでお客様とても満足されると思いますね。大爆発間違いなしです。ありがとうございます。J1 さんはお客様のこだわりの部分をどうやって満足してもらえるか、そんなことをお客さん、スタッフさん、オーナーさんが一緒に追求されているように感じました。オーナーさん、人柄がいいんですね。だから、だからいつも J1 さんに集まっているんですね。クライスラーの乗り心地は本当に最高でした。あんな車に乗っている彼氏が私も欲しいです。イベントもいろいろ参加されているんですよね。そうですね、あのまた10月にも、大きなイベントラフっていうイベントがありますので、そちらの方も参加していきたいと思います。ありがとうございます。では営業時間と教えてください。はい、営業時間ですね、朝9時半から、夜が7時までとなっております。定休日の方が、水曜日となってます。お電話番号もお願いいたします。はい、0773-25-0007 になります。ありがとうございます。それでは最後に京都 TV お決まりのポーズ、はい、一緒にお願いできますか？はい、せーの、京都 TV、はい。